八、九。おろー。シャワーの下です今。いやだからそしたら君が上がってきてんだから先に発見しない？え、俺のが先に上にいたよ。え、私の方が先に上だったよ。え？え？まあまあまあいい。ここ発見？シャワーのシャワーとメインのつなげみたいなところの発見ですね。え？いやなんかおかしい。まっすぐおまおじさん目線で私だってことに言うのがおかしいなと思って。おまおじの主張聞いていい？はい、全く逆になるんですけど、ピカクロス、俺がやっぱ後から言ってんのか。ちょっと待ってください、ね。俺に整合性取れるようにちゃんと説明しないと。怖い。あ、怖い。カゴ前で一回、あれは言います。カゴ前で僕が立ち止まったやつでしょ。一緒にタオルタスクやったよね。あれ一緒にタオルタスクやってんのよ。もうじゃあもう、アホお前って言われても全然いいんで言いますけど、停電だったでしょ。タオルタスクのあれが成功しなかったんで、僕停電行ったんですよ、さっきの。直しに。あ、でも上がっていたでしょ。僕見たでしょ。見たよ。やばい、この会社やめちゃおう、マオジ。パワフルやめちゃ、一応、ピカの主張が正だった場合と、おマオジはタオルタスク2回やってます。そう、2回やってる。そうなの？そう、2回やってる。2回やってる。2回やってるっていうの。そんなやついないだろ、インポスターで。そう、頭いかれてるやん。いや、頭いかれてんだと思いながら聞いたんですけど。いや、それこそ高田さんにこの意見言うわけなくない？上って止まってるんやったとしたら、マジ頑張れ。影の方にもう一回上がっていかないやろ、俺がインポスター。頑張れ、おまおじ。それはまあ分かったとして、他の位置洗って、ローラーできそうだったらローラーでいいんじゃないですかね。それだったらおまおじさんからかな、一応。いやな、マットの生存やったら嫌やから、俺伝わんといてほしいけど、になるか。でも、ピカさんも釣りますよ。タカピカ怖かったな。まあ、俺でしょう。俺が悪いな、完全に。お、終わった。ナイスナイスナイスおじさん、すいません。あ、ネロちゃん。ナイスね、マリン。老気色来そう。老気色来るよ、これ。老気色来ますよ。上司のパワハラ、やばかった、今。でもよかったよね。世論は納得したよね。こんなんおらんやろって。でも、ネロちゃん。来るかと思った、僕は。